増山拓之です。おはようございます、増本拓也です。おはようございます、浜健人です。おはようございます、小松翔平です。はい、なんとですね、今回は重大なお知らせがあるということで、怖いよ、何、特別配信をさせていただくことになりました。なんすかなんすか、このシーズンだから首とかもありえますからね。ありますね、全然ありますよ。ありますよ、怖いですね。怖いですね。じゃあ早速発表しちゃいますよ。おいますよ。なんと今年の夏、夏 K4 カンパニー4周年記念イベント。興奮しすぎてエキサイトしすぎて喉が吹っ飛んでいっちゃったね。閉まっちゃったね、閉まりきっちゃったね。閉まりきっちゃった。もう一回行くよ。もう分かったね。ちょっと今小出しにしちゃったけど、本当に記憶から抹消してくれ。もう一回行くよ。やだ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 、なんと、なんと、やだやだ、今年のナトゥナトゥ聞いたことあるんですよ。 K4 カンパニー4周年記念イベントの開催が決定しました。イエーイ。初めて聞いた。うわー、やったぜ。ありがとうございます。4周年記念イベントっていうことなんでね、おいおい、やっぱり K4 カンパニーでございますから、ちょっと4周年っていうのはなんかこう思いもひとしようなね、ね、感じでございますよ。なんかすげえな。はい、こちらのイベントでございます、2021年8月の1日日曜日に開催予定でございます。いい日だ。あ、そうですか。いや、あの急にらしくないボケすんのやめてください。あれはいい日だ。1月の1日日曜日でございます。場所などの詳細はですね、随時公式ツイッターや、社内報にて発表させていただこうと思いますので、続報お待ちください。でそしてですね、なんと今回のイベントチケットのアプリ会員最速抽選受付も決定いたしました。おお、はい、いい日だ。いい日だ。はい、公式アプリ K4 社内報の有料会員様限定でですね、チケットの最速先行受付を実施させていただきます。よいしょ、うん、この配信の後からアプリにて申し込み受付開始となります。詳しい情報は公式アプリ K4 社内報の特設ページをご確認ください。スタート日時など詳しい情報はですね、公式ツイッターや公式アプリ K4 社内報をチェックしてください。お願いします。はい、このチケットのですね、最速先行受付をはじめ、公式アプリ K4 社内報ではですね、有料会員の方限定コンテンツが盛りだくさんでございますので、盛りだくさん、はい、ぜひこの機会にね、ダウンロードしていただければと思います。よろしくお願いします。ぜひ、はい、社内報の限定動画とかもねアップされておりますし、結構撮りますよね毎回。なんか結構毎回いろいろ撮ってますよね。あのなんか最近はなんかもう本編で何かやらかすとなんか社内報送りみたいな。そうだやってましたね。そうそうそう、焼肉とバーベキューがいいよっていう話を発生いただいたんですけども、アイディア10個出してくれたりとかね。そう本当ここだけでしか見られないのありますけど、素晴らしい場所だ。あと他にもあのバースデームービーとかね、撮りますね。はい、はいはい、配信ございますんでね、こちらもあの楽しみにねもらえればと思いますし、もちろん有料会員の方限定で閲覧できるオフショットなんかオフショット、うん、結構あの本編撮影中にねパシャパシャといっぱい撮ってくださっておりましてね、うん、まあ、ちょっとなんかその本当になんか裏というかオフ感のある、ね、写真もここだけでバッチリ見られますので、ぜひ公式アプリ K4 社内よろしくお願いいたします。はい、ということでね、8月社員の皆様と元気に会える日、僕たち4人も楽しみにしておりますので、うん、イベント楽しみにしててください、はい、それではお別れのお時間です。サイお相手は増山武明と松本拓也サイ浜健サイ松尾サイお疲れ様でした。いやいい日だ。言葉